んこんにちは、ももです。今日は一人からのスタートなんですが、実は皆さんに報告があります。なんと私、妊娠しました。ありがとうございます。妊娠しました。妊娠したよ、クロちゃん。おめでとうございます。すごい。クロちゃん、みたいなやつ。そうだよ。そんなの聞いてない。おっきいおっきい、なんかリアルだね、こうやってなってくると。リアル。あとはこれはちょっともう、なになに、あげてください。さやかですけれども、ちょっとこれさ、モータンがくれた。これは私、クロちゃん妊娠してる時、クロちゃんにあげた。ベタベタに塗ってね、大事な綺麗な肌を。嬉しいです。妊娠線つけないように。なんかもう散々ブログとかでも妊活の話とかしてて、ですごい皆さんいろんなアドバイスをくれたりとか、相談に乗ってもらったりして、いろいろ試したよね、そのコメントをともに。何でも試しました。ありがとうございました。ついにできたんです。安定期入ったばかり5ヶ月で、まだ性別もわからない状況なんですけど、きっと安心ね。安定期まで元気に育ってくれて。そうですね、毎日毎日不安で不安で、生きてるかな生きてるかなって不安だった時に、私フォローミーっていう SNS やってて、会員制の SNS なんですけど、そちらでは言っていたので、毎日相談してたから言わないわけにはいかなかったし、聞いてもらいたかった言ってたんですけど、そのフォローミーの皆さんにこのエンジェルサウンズドっていうのがあると、赤ちゃんの心音が聞こえるからすごい安心するよっていうことで買ったんです。ということで、ちょっとクロちゃんに聞いて。すごい嬉しい。初めてだ。毎日聞いてるの？寝る前にちゃんと毎日聞いて、安心して寝るって感じね。旦那さんと一緒に聞いてるんですか？こう一個一個で。パパ、いや全然。それぞれ絶対一緒に聞いた方がいいやろ。あ、でも旦那さんにも聞いてもらうけど、これなんかジェルがないと。すごい飛んじゃう。ちょっと一回。初めて聞く、私これ。聞き覚えある？めちゃ懐かしい。早いんだよね、赤ちゃんのドキドキドキ。なんか最初、これ12週から聞こえるっていう機械なんだけど、もう7週ぐらいの時から使いたくって、でも12週からだから最初見つけるのが大変なの。そうだね、もう超動き待ってんだよね、赤ちゃんって。くる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 、ちっちゃい顔もで、最初自分の心臓の音でこれだってなってて、でドクドクドクとか言って、そのフォローミーでね、動画で見つけたってなってたのに、それ絶対違いますよ。赤ちゃんの音本当にドッ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 くらい早いから、そう、それで違いが分かるっていう。これは本当に買ってよかったです。今どんぐらいなんだろうね、赤ちゃん。何グラム？3週間前に測った時が6センチぐらいあるって言われたのかな。なのにもうちょっとお腹出るって面白いよね、やっぱ全体的に。結構お腹が出てきて、でも出てるよ、結構。結構出てるからびっくりして。そうなのかしら。前に出てる。性別も分からなくて、そうだ、ドキドキだね。どっちが欲しいとかあるんですか？まあどっちでも嬉しいんですけど、まあ女の子は欲しいなってずっと思って、一緒に買い物行ったりとか。どっちなんだろう。また決まったら、それが分かれば、クロちゃんにサプライズで伝えるっていう動画も撮りたいなと思ってます。無事、座りもなく、そうなの、座があるぐらいで、まあ順調に進んでいるので、でも何が起こるかわからないので、ちょっと今こういう時期で不安な妊婦生活になってしまうね。気をつけつつ、旦那さんに初めてどんな風に伝えたの？一緒にいる時に妊娠検査薬やった。そっかそっか。で、旦那さん食器洗いしてて、その間に私がトイレで、その月に関しては、今月はできてないだろうなっていう、なんとなく確信があったの。だからなんかもうさらっとトイレ行って、さらってやって帰ってきて、ってなって、ねえ食器洗いしてるの、ちょっと待って知らないってな。その日本当にたまたま、その月はできてないと思い込んでたから、検査薬だったら、うわーできてる、すごいってなって、ゴルフも全部予定キャンセルってなった。そうなんだ。検査薬は生理予定日の前日とかからできるやつ。
どんなやつを使ってたの？そうなの、検査薬が、うん、生理予定日から1週間後が普通の検査薬なんだけど、うんうん、処方箋で生理日当日から分かるっていうのがあって。処方箋？処方箋、病院で？薬局の処方箋で。誰からもらうの？それ産婦人科に行って、うん、なんか薬局で処方箋ついてる薬局みたいな、はい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 、あそこに直接行って、うん、当日から分かるやつくださいって言って持ってきてるから、うんうん、でもそれをやると生理3日前ぐらいから分かる、当日からって書かれてるけど、まあ大体3日4日前ぐらいから分かるから、もう早く知りたいもんね。ほんとに1週間待ちたくないから。そうなの、だから毎回それを3日前ぐらいやった、で、うん、土日だったからその次の月曜に始めていって、うん、妊娠が確信。そうだよね。でもすぐ教えてくれたよね。もちろん。にもすぐ言ってくれて、キャーってなって、でもその月のどういう状況でエッチしたのかも全部聞いてたから、およう、それで、あれでさ、エッチとかって言っていいんだっけ？エッチ大丈夫。まあ、だからドンピシャで攻めましたね。うん、毎月ドンピシャで攻めようとしてるんだけど、うんうん、ドンピシャで攻めてるのその3本線、3本のなった瞬間ってこと？なった瞬間ってこと。排卵検査薬で3本線出たら、48時間以内に排卵するっていうのが分かるから。あ、そうか。排卵する前なんだね、その3本。そうそうそう。勉強はすごくしました。3本出たら1回言っとけばいいってこと？ 1 回ないし2回。でも1回出てきたんだっけ？3本出てからは一応2回やって、あ2回しましたが、48時間の間に48時間ギリギリいかないかもって感じだったね、2回目は。ほんとそういう世界ね。あの排卵チェックがこういうのもいいかいいよっていうのも教えてもらったんです。フォロミー、フォロミー戦友じゃないですか、本当に。そうなんです。ね、ありがとうございます。なので、うん、これから生まれるまで、生まれてからもどうぞよろしくお願いします。はーい、もう YouTube でね、そういった妊娠後期の話とか直後とか、まあ、生まれてからの話いろいろね、そのまあ、もう個人のチャンネルでもいろいろやったりブログでもあると思うんですけど、こうやって2人のチャンネルでもそういった妊娠出産トークこれからもいろいろしていけたらなって思いますので、ぜひこれからプレママさんの方とかママの方も、たくさんの方見ていただければと思います。ぜひ高評価、もちろんもうこの動画本当に高評価だね、おめでとう。高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。概要欄に、ブログインスタツイッターの URL 貼っておきますので、そちらもチェックしてください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。